うちはまあ順当にソルジャーだよね。運動神経も動体視力もめちゃ自信あるから、とにかく切り込んでいって殲滅する係。じゃあノアちゃんはやっぱりスパイかな。こっそり罠張って隠密とか得意分野だもん。よし、この流れなら打ち合わせ通り。姫路は俺がコマンダーを確定させた後にガーディアンを取ってくれるはず。それじゃあ俺はコマンダー。え？僕はコマンダーを希望する。もしやと思うが、篠原もそうなのか？そうだな。ちなみにあんたはどうして？当然だろう。まともなコマンダーがいなければアストラルを勝ち抜くことなど不可能だ。その理屈なら俺がやっても同じだろ。いや全く違う。コマンダーの行動値は25で固定なのだから、僕よりも値が小さい篠原の方が大きな損害を被る。加えてコマンダーの役目である情報収集に他チームの戦力分析、マッピングに指示出し、どれも僕の得意分野だ。理解してくれたか、転校生。あと敬語。何ピリピリしてんの、シンジ。シノならユニークスターのすっごいアビリティも使えるし、何より七つ星なんだよ。てかうち、シンジの命令で動くとか嫌なんですけど。嫌だとかそんな次元の話はしていない。単純に向き不向きの問題だ。俺は、敵も味方もまとめて騙す。俺が本物のアカデミー最強だと信じさせる必要がある。そうしないとこのチームはまともに機能せず、いずれ俺の嘘までバレかねない。なあ、榎本。肝心の先輩が抜けているが、なんだ篠原。コマンダーはゲーム中に一回だけ交換できる。だから、最初は俺に譲ってくれよ。で、その働きがあんたのお眼鏡にかなわなければ、どっかのタイミングで返してやる。それなら最初は僕が、と言いたいところだが、条件がある。3日目終了時点で、コマンダーを3人脱落させること。達成できなければ、僕にコマンダーを譲ってもらう。待ってください、榎本様。その条件は少し不公平ではありませんか？もしもあなたがご主人様への協力を拒むようなことがあれば。姫路白雪くんか。敬語は素晴らしいが、どうやら一つ勘違いをしている。勘違いですか？そうだ。僕は英明学園の生徒会長として、ただ勝ちたいだけなんだよ。年に一度決定される学校ランキング、英明はここ数年5位に留まっている。僕はその順位を引き上げたいんだ。今年は七つ星。篠原がいるから可能性は十分にある。故に僕が意図的に妨害をすることは絶対にない。オーケー、それでいい。できなかったら、速攻であんたにコマンダーの座を明け渡して。ついでに一生敬語で喋ってやるよ。